さあ稲垣はちょっと2番手で粘るのか、稲垣博之の番手勝負でしょうか。さあ日体雄大の抑え先行に対して日体雄大の後ろ、さあ稲垣が粘っている、これを嫌って二番車岩津、さあ岩津もインギリか。さあ鐘が鳴って日田雄大の後ろが2列並走だ。インギリが2番、岩津雄介7番、小倉隆二、スローな流れ、最終ホームにこれから帰ってきますが、さあ、岩津と小倉、そして日体雄大の後ろ、まだ並走、インコース1番の稲垣、アウトに8番の飯野雄太、さらには9番の村上、3番、芦澤で、さあ、ピッチ上がって、このまま岩津が成り行き賞先行になった。番手が7番の小倉隆二、3番手新田雄大が巻っていく。新田のまくりが一気に決まっていく。後続は少し離れてしまったか。懸命に後方からは3番の芦澤大輔ですが、ぶっちぎり新田雄大完勝です。5番の新田、2着は最後3番芦澤、そしてThank you.